記録的な大雨で多くの住宅が浸水被害に遭った戸沢村を吉村知事が視察しました。今後に向けてお力添えをいただければ大変ありがたく思うところであります。よろしく引き続いてよろしくお願いいたします。はい、できる限りのことを、はい、一緒にやって取り組みたいと思いますのでよろしくお願いします。吉村知事は戸沢村の加藤文明村長と意見交換した後、多くの住宅が浸水し依然として各地に泥が残る倉岡地区を歩いて被害状況を確認しました。え、そこまで行ったの？あ、そこまで行ったの？うわ、地区。また、最上川が氾濫した当時の状況の説明を受けると、堤防のかさ上げなど今後の対策を考えたいと話しました。一方、荒瀬川が氾濫し、大沢地区をはじめ300棟ほどの浸水被害が確認されている酒田市では、被災者が公的支援を受けるのに必要な罹災証明書の申請受付を行っています。浸水は1階の、なんていうの、肩の高さまでかな。こういったやつだとか保険会社との交渉だとかやることをいっぱいやって、何年か手をつけてやるか分からないですよ。酒田市では他にも八幡総合支所など合わせて4カ所で申請の受付を行っています。25日に自宅から避難所に向かう途中で家族と離れ行方が分からなくなっている北青沢の愛祖智子さんについて、今日も自衛隊などが荒瀬川周辺を捜索しましたが、午後4時現在発見には至っていません。気象台によりますと、県内は庄内、最上を中心に明日明け方にかけて大雨となるところがある見込みです。明日朝までに予想される24時間降水量は県内全域いずれも多いところで120ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫や増水に厳重な警戒が必要です。